あ、日本列島でね、その最北端なんですよ、このブリの養殖現場自体が。それはもうほとんどがもう全部太平洋側で、水温の高い太平洋側で、なんでかというと、まあ、水温が低いのと、はい、まあ、それが一番大きな原因なんです。その食べた時に甘みがすごい強いんですよ。で、油乗ってるけどあっさりしてて、はい、一気にちょっと入れた。あの出汁を取るときはですね、昆布出汁にですね、ブリのアラを、入れていただきましてですね、強火で、かけていただきまして、沸きましたらですね、すぐに火を止めていただきまして、アクが出てきますので、アクをですね、取っていただきまして、完成です。今回はイネビルを使った料理をご紹介させていただきました。ご家庭でも簡単にできる内容となってますので、ぜひお試しください。お鍋の最後はそうめんなど麺類を入れていただいたり、
ご飯を入れて雑炊にしていただいても美味しく召し上がっていただけます。次回は嵐山錦の田中さんに聖護院大根を使った一品をお作りいただきます。おうちで料亭ご飯、次回もお楽しみに。